こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日は人参色の桜でんぷをご紹介したいと思います。砂糖不使用、合成着色料不使用で作る体に優しい、とっても美味しい桜でんぷですので、ぜひ作ってみてください。耐熱ボウルにタラを入れます。白身魚でしたら何でも大丈夫です。みりんを入れます。軽くラップをしてレンジで加熱していきます。3分加熱しました。タラにしっかりと火が通りました。皮や骨などを取り除いていきます。熱いので粗熱が取れてから行ってください。そうしましたら小鍋に移します。ビニール袋の中に手を入れてタラをギュギュッと握りつぶすようにして細かくほぐしていきます。こんな感じに細かくなれば OK です。火にかけていきます。みりんを足します。お箸で混ぜるようにして水分を飛ばしていきます。火から下ろします。パプリカパウダーで赤みをつけていきたいと思います。節分やひな祭りと桜でんぷの活躍する時期がこれからやってきますので、ぜひ手作り桜でんぷで美味しいお寿司を作ってみてください。このチャンネルでは秘密の料理術を娘に伝えたいレシピ集とともにお届けしています。この投稿が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。